ポール・アンリ・マチューは、フランス・ストラスブール出身の男子プロテニス選手。ランキング自己最高位は、シングルス12位、ダブルス103位。ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス1勝を挙げた。身長185センチメートル、体重74キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。彼のせい、マチューは、マチューと、マシューの、表記揺れが多く。 文献でもフランス語読みに近い、マチューと英語読みのマシューが混在している。マチューは敗者の父と主婦の母の間に三人形視の末っ子として生まれた。3歳半からテニスを始め、1997年からニックボロテリーテニスアカデミーに入学のため飛べ、在学中の1999年にプロ転校、ジュニア時代の成績は、 シングルス42勝15敗、ダブルス34勝12敗。2000年全仏オープンジュニアシングルス決勝で、トミー・ロブレドを破り優勝。ジュニア世界ランキング6位に輝いた。彼が最初に注目を集めたのは、2002年、全仏オープンの出来事であった。当時ランキング107位、主催者推薦での出場となった和中は、1回戦で、ウェイン・フェレーラを6から4。 6から7、5から7、6から2、6から0の逆転で下すと、続く2回戦では、同郷の第23シードファブリス・サントロー、3回戦では、第15シードのイジーのバクをそれぞれ下し、当時世界ランク4位、1999年、全仏オープン優勝者、アンドレア・ガシとの4回戦に駒を進める。マチューはこの全仏王者から、最初の2セットを選手したが、 第3セットからのアガシの反撃を許し6から4、6から 3, 3から、3から6、3から6、3から6の激戦の末敗れ去る。この大会をきっかけに世界ランキングトップ100入りを果たしたマチューは同年9月のクレムリンカップ決勝でチャンシャル県を下し ATP ツアー初優勝を遂げると続いて出場した地元フランスでのリオングランプリでも決勝で グスタボクエルテンを下しに大会連続優勝を果たす。上記の活躍から、ランキングを年初の142位から年末には36位まで上昇させたマチューは、年末の男子国別対抗戦、デビスカップのロシアとの決勝戦で、デビスカップフランス代表に初選出され、その年の ATP アワードにおいて、最優秀新人賞を受賞するなど一躍若手の、 注目株として期待を集めるようになる。しかし、翌年以降は目立った成績を上げることができず、ランキングも一時は半年近くトップ100から落ちるなど、2002年のような活躍を見せることができないでいた。そんなマチュに2007年天気が訪れる。同年4月に行われたハサン2世位グランプリ決勝でアルベルト・モンタニエスを下し、 自身5年ぶり3度目のツアー優勝を果たすと、ウィンブルドンで自己最高の4回戦進出、翌週のスイスオープングシュタードでも優勝するなど、2002年以来の好成績を残した。同年の北京五輪のシングルスでベスト8に進出。フェルナンド・ゴンサレスに46、46で敗れた。マチューは2010年のスイスインドア2回戦で、ビクトル・トロイツキとの試合を棄権したのを最後に、 膝の怪我のため長期欠場を余儀なくされ、2011年シーズンを棒に振った。2012年1月からツアーに復帰している。2012年全仏オープンでは2回戦で、ジョン・イスナーに67、64、64、36、18、16で勝利した。試合時間は5時間41分で、大会史上2番目の長時間試合となった。 マチューは2017年パリマスターズを最後に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。